ハロースチューデンツ、王林進学塾の辻中です。どうも、代表の新宮です。今回は世界史のナビゲーター世界史、これの具体的な使い方について解説していきたいと思います。世界史を勉強する人の最初のおすすめの一つとなります。ナビゲーター世界史は、覚えるためのものではなく、流れをつかむための参考書ですので、非常に使い方が注意しなければなりません。なので、そういったポイントも、説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行ってみましょう。それでは実際に手元を映しながら説明していきたいと思います。このナビゲーターをやる際に一番気をつけてほしいことが、ナビゲーターはあくまでも歴史の流れや解説説明を理解するものであって、決して単語を暗記していく参考書ではないってことなんですね。どういうことかっていうと、例えばこういうふうに講義形式にひたすら説明が続いています。なので、例えばある戦争があったとして、なぜその戦争が起きたのか、どういう内容だったのか、そしてその結果どういうふうにその戦争の結果なっていったのか、そういった部分が丁寧に書かれてるんですね。まずはそれを読んで、はははなるほどなるほど、そういう風になったんだなっていうのを、なんとなく理解する程度で大丈夫です。まずは例えばこの古代ギリシャだったら、一章分ぐらいをちょっと 1,2 回ぐらい読んで、なるほどという状況を作ります。そういう状況が作れた後は、別の動画でも解説してるんで、そちらも合わせて見てみてほしいんですけど、一問一答の方で今なんとなく流れをつかんだものを、単語を覚えて肉付けしていってください。そうすると、基本的な単語だったりとかが頭の中に入っている状況ができます。で、そういう状況を作ったら、次の章に行く前にもう一度同じ古代ギリシャだったら古代ギリシャの章っていうナビゲーターのところを読み返してみてください。一問一答で知識とかをつけた後に読み返してみると、改めて、あ、こういう風な意図があってこの人は征服したんだとか、あ、この戦争ってこういう因果関係があったんだみたいな、自分がまだ知識がない状況で読んでた頃とははるかに違った知識みたいなところが入ってきたりするので、そういう風にナビゲーターみたいな解説の参考書、一問一答をナビゲーターみたいな解説の参考書っていう風に、サンドイッチ戦法が大事です。ナビゲーターはサンドイッチです。なので、必ず流れだったりとかを把握しながら進めていくようにしていきましょう。ただ読んでるだけにならないように注意してきてください。ドワー